夜に来たのは失敗だったか。なんかいるなんかいる。ガードできない、ガードできない。いい、どうすんのこれ。一発ぶん殴ってから逃げたい。噛んで、これは逃げよう。これちょっと一回逃げよう。大して当たってないダメージ。しかもで、話が違う。話が違う。だいぶ違う。初期装備でもいけるって言ってた。僕は騙されてるのか、床屋さんに騙されてるのか。僕はなんかでも床屋さんに行ったらなんかまともに戦っちゃダメっすよとか言われそうだけど。なんか言われそうだけどね。逃げなきゃ。いやーマジで6000か。ちょっと回収したいね。ワンコ潰してからダメだね。ワンコ潰していこう。集団に注意しろ。なるほど。
え、転送罠にかかった？あ、なんか言ってたな。これ床屋さん言ってたな。なんか違うエリアに飛ばされるみたいなこと言ってた。サリアの結晶洞窟。あー、ダメだ、ショートカットできない。一回休憩するまでは出れません。マジで？なんかね、この辺の敵がそんな強くないから大丈夫っすよみたいな話はしてた気がする。なんか魔法使ってる。なんか気持ち悪い。で、祝福がないとこれ持たないかもしれない。ここで何かに殴られている。いていていて。またあの虫か。あの虫か。もうやだ。やばい。ああー、ここにサインだまりがある。ってことはボスがいる。そういうことか。マジで言ってんの。あ、祝福あるよ。さっき嘘つきがいるぞ。え、これでいいんじゃないの？あ、ダメだ。やっぱこう脱出しなきゃダメなんだ、ここから。これボスじゃね？ボスじゃね？このクソ広いところ。腕がいっぱいあるんだ。腕がいっぱいあるこいつら。マジか。ちょ待って、ソウルめっちゃ溜まってんだよね。これレベル上げ、ちょっと回収してレベル上げするか。レベル上げしてソウルがなくなってから頑張る。オッケー、逃げる。痛え。ちょ、待って。